よろしくお願いします。去年夏もあの入られて今年戻ってこられてっていう感じですけど、はい、今のチーム戻ってきた時の様子とか含めてどうですか？去年1年間栃木市にレンタル移籍して、で今年で戻ってきたって感じなんですけど、はい、まあ、メンバーがほぼほぼ変わっていなくて、雰囲気もすごい、まあ、いい雰囲気だなっていうのもありましたし、まあ、チームベテランの選手もいますし、若手、まあ、結構まばらにいるって感じですけど、まあ、全員が、まあ、楽しく仲良くいい雰囲気だなっていうのは感じてました。まあ、去年降格してしまって本当にきつい状態でこの今シーズン迎えたんで、まあ、その中でも横内さんがしっかりマネージメントをしてくれてて、まあ、それが初盤は、まあ、シーズン開始からどんどん積み上げてこれてるんで、かなり今チームとしてはいい状態だなというふうに思いますね。チームメイトそれぞれって、まあ、今どんな感じで練習されてますか？今日もちょっと見させていただきました。まあ、やっぱ求められてることもシーズン最初から、まあ、一貫して守備の強度の部分だったりとか、まあ、そういったところを練習中からやっぱり厳しく言われるところもあるので、まあ、チーム全員がそういった高い意識を持って、まあ、練習から取り組めていると思いますし、まあ、自分もそう言われたことに対して、まあ、トライしたりとか、まあ、そういった意識で、まあ、僕一人だけじゃなくて全員がそういった意識でできているのかなというふうには思います。最終ラインで、まあ、色組まれてるお二人ですけど、それぞれの印象とか特徴とかってご紹介いただけますか？コウ君はやっぱ攻撃にすごい特徴がある選手で、やっぱ気づいたら前にいてゴール前とか入ってる時とかあるんで、まず、そこはやっぱすごい強みだと思いますし、まあ、クロスの精度とかもそうですし、やっぱ左足が武器だと思うんですけど、まあ、カットインして右足もありますし、まあ、得点に関わる回数がすごい多いし、攻撃に関わる回数がすごく特徴かなと思ってますけど、上がってって下がって守備する上下動のまあ、強度もあるので、まあ、そこは僕もすごい助かってますし、まあ、コウ君が上がっていく分ちょっと右重心が守備になりがちですけど、まあ、安心して上がってもらえるようにやれたらいいなと思います。それ全部できてたら俺プレミアリーグちょっとこれやってるけどちょっとやってるけど逆にコウ選手から見て海斗選手はどうかな？いやどうですかね。どうですかね。いやまあ俺本当今シーズン初めてまあカイトの音見たんで、あれだけインターセプトだったりとかこうバチっていけるこうなんていうのタイミングの良さだったりっていうのは、もう自分が見た中でもすごいカイトはそこが特徴なセンターバックだなと思うし、なんかそこをちゃんと武器として持ちつつ、やっぱビルドアップだったりとかでもうやっぱ縦パスつけたりとかちゃんと意識できるようになってきてると思うんで、うん、伸びしろはすごいあるなと思いますね。すごい、なんか今無表情で聞かれてましたけどいかがでした？いや、まあ普段からやっぱ食事とか結構連れてってもらって、そういった時にもやっぱそういった話結構してくれるので、まあ普段もっと言われるんですけど、まあ今日はちょっとカメラあるんで褒めてることばっかなんですけど、もうちょっと褒めるっていうよりかは持ちこうした方がいいっていうのはすごい言ってくれるので、まあ、それをやっぱ自分も意識しながらやってるんですけど、今日はちょっと優しめのコウ君ってことで嬉しいです。なんかいろいろ若い選手に聞くと、マスコウ選手なんか兄貴分的な感じで結構若手の人がみんな慕ってるようなイメージありますけど、LINE のグループがあってそこで何日ここっていうのが送られてくるんで、まあ、とりあえず予定入ってても、まあ、よっぽどの予定じゃない限りでは決してそっちに優先するんですけど、まあ、そういったやっぱ引っ張ってくれるっていうか、まあ、すごい誘ってくれたりするんで、そこはついてってって感じですかね、みんなと。それ何、ただついてってるだけってこと？何のリスペクトもないと。いややっぱ、いや違うっすよ。で予定あってもそっちにやっぱ行きたいんで、やっぱ
友達とかには少し申し訳ない時もあるんですけど、ちょっと松原先輩から呼ばれたからちょっとまた今度でお願いっつって予定ずらしたりしてます僕は。まあ海外行ってたんで、まあ、海外行ったらもう年齢とかそんなみんな気にしないんですよね。でまあ本当にみんなコミュニケーション取るし、年齢高い人に気使うっていうところもそういう風な感じはないですし、自分の主張を持ってやっぱ日本のその J リーグの、まあ自分がジュビロ入ったんでジュビロの若手もなんかもっと気使わずやればいいのになって最初入った時思ったんで、プレーだったりとか結果でやっぱこの若手たちにまあなんか示していかなきゃいけないなと思ってるんで、まあそういったところは意識してますね。まあすごい優しいところもありながら、まあ、そういうサッカーになったらちょっと先輩らしくじゃないですけど、すごい本当に兄貴って感じです。でもオフの日はやっぱすごく忙しい方なんでなかなか会ってくれないですいいキャラクターしてるなとか思う後輩とかいらっしゃいますか？うん、いやみんなすごいいいキャラクターしてますよ、ジュビロの若手は。とりあえず古川とかがずっと喋ってて、でもコウ君がそれ見て笑ってって感じで、ケイスケとかは黙ってそれなんか聞いて携帯いじりながら話聞いて、吉永真宏って、ね、っていうのもいるんですけど、まあ飯行って、うん、1時間後ぐらいにいるの気づくぐらい喋んなすぎて、あ、真宏いたのって言ってなんか飯いっぱい食う選手は誰とかあります？俺っすよ、コーク注文の仕方がもうよくわかんないですよ。とりあえずご飯特盛りで味噌汁なみなみでとか言ってよく行くお店とかはそういうのやってくれるんであれですけど、めっちゃ食うっす、マジコークのお前そんな食べないよないやいや食べるし、食べるっす結構食べるっす。いや、やっぱね飯は食べなきゃダメなんですよ。なんかお二人とも仲良さそうですけど、お互い似てるところとか逆にあります？逆に正反対じゃないですか、多分。多分そうですね、だと思いますけど、まあお互い浜松出身なんで、まあ似てるところだったら、まあジュビロ磐田のことが大好きっていうところが似てるぐらいかなっていうふうには思いますね。2人がなんか今度チーム内で選ぶとしたら、なんかムードメーカー的な選手とかって誰になるんですかね？ムードメーカー、ゆうきくん、ゆうきくん今リハビリとかやってて、まあ、ピッチにいなくてもすごい存在感があるっていうか、ずっと喋ってるんですごいありがたい存在です。まあなんか陽キャだよね、あの人本当にめちゃくちゃ若いっすね、うん、めちゃくちゃ若いっす、言葉遣いとか。例えばファッションリーダーみたいな人とかもいるんですか？ファッションリーダー、あのロッカーが金子翔太選手近いんですけど、まあ、翔太くんは結構自分ではすごいファッション気使ってるみたいで、でまあかっこいいですねって言ってるんですけど、僕はそんな風にはあんま思わないんですけど、自分曰くファッションリーダーらしいです。ないでしょ、スタイル悪いしピッチ内ももちろんなんですけど、そういったピッチ外のところでこの人すごいなと思ったところってあります？山田裕貴くんの、やっぱなんか栄養に関することとだったりとか、この体 に対するメンテナンス、食事だったりとかサプリメントだったりとか、まあ、トレーニングもそうだし、まあ、あんなに自分の体に気使ってる選手っていうのは初めて見ました。すごいプロフェッショナルだなって。やっとさんはずっと鼻歌歌ってるよね確かにそうっすね、ルンルンだよねいつも。なんそうっすね、大丈夫かな俺、日本サッカー界のレジェンドのレジェンドの名前出してそういう選手を間近で見れるっていうのもまた一応の良さですよね。そうですね、確かに、はい、スタッフの吉勝さんとかもすごい、ま、ずっとちっちゃい頃から見てた人なので、
すごいそういった選手がすごい多いので、すごい勉強になることばっかです。はい、結構言ってくれることもあるんですけど、自分が思ってることを聞いた方が一番早いと思うんで、したらやっぱ話してみたら、やっぱり最初の頃とかプロになってすぐの頃とかはなかなか喋りかけれなかったんですけど、まあ、やっぱ喋ってみれば意外とすごく喋ってくれるので、そこはすごく自分からもっと喋りに行こうっていうふうには思いました。はい、なんか逆に今でも喋りにくい人とかいるんですか？いや、それは今はもうないですけど、最初すごいコークマジで怖そうに見えてどうやって喋りかけようかなというふうに思ってたんですけど、様子探りまくってどんな感じで行こうかなというふうに思ってたんですけど、まあ、意外ともう今ではもういじれるぐらいまで行ったので大丈夫です。シーズン終盤に向けてこうどういうサッカーを見せていきたいか、試合ごとにすごくチームとしても成長していってると思いますし、練習中からやっぱもっとこうしようであったりとか要求がどんどん増えてきてるなっていうふうには思っていますけど、まあ、まだまだそれも試合中にもできることはありますし、もっと自分たちがボールを保持してゲームを支配して攻撃の回数がすごく多く、まあ、失点することなく、まあ、ゼロで試合を終わらせて勝つってことが理想ですけど、まあ、前線の選手が点取ってくれるっていう信頼も後ろはしているので、まあ、そこはやっぱじれることなく、まあ、残りの試合もまあそういったことを意識しながら勝ち続けていきたいなというふうに思ってます。まあ、自分たちの優勝は全然できると思ってますし、ここから本当にどれだけ勝ち点を落とさずに、やっぱ清水にちゃんと勝てるかどうかっていうところが、まあ、一つポイントだと思いますし、うん、まあ、まずは目の前の試合にちゃんとまた勝ち点3を積み上げていけれるように、このままちゃんとやっていきたいですね。